量で言えば多分アメリカの方が多いんだけど、アメリカ人で多分日本と同じ価格にしたら多分破産する人がいっぱいいるんじゃないかなっていうぐらいガンガン回すんですよ。でアメリカの場合は、まあ、車検っていうものが大体20ドルぐらいで終わっちゃうんですよ。安いし日本で絶対止まらん車が絶対通ったらそれみたいな、ガムテープでずるずる前になるから。リゴイ兄さん系です。映画初心者はるかです。今回ですね、はい、アメリカと日本僕らどっちも住んだじゃないですか、はい、最近までそれこそ2ヶ月ぐらい前までアメリカに住んでたわけですよ。2ヶ月ぐらいね、はい、僕ら今福岡に住んでるんですよ、はいはい、いろいろ理由があって今福岡に行って、福岡の中でも市内ではないんです、ちょっと外れたところなんで、まあ、若干田舎ではあるんですけど、今移住してきてすでに3ヶ月目ぐらいになってるのかな。で実際に住んでみてアメリカと日本の物価、しかもアメリカの物価も2ヶ月ぐらい前なんで最新の比較ができるかなと。で特に昨今インフレですね、アメリカは特にクレイジーなぐらい上がったじゃないですか、ね、すごい上がったね、びっくりした。まあ僕らはアメリカつってもユタ州のプロボシ、まあ、プロボシっていう結構田舎なんですよ。福岡の今住んでるところも結構同じぐらいの田舎かなと。そうだねそうだね、アメリカつってもね、もうニューヨークとかと比べたら全然違うわけですよ。全然違う、もうがっつりのシティシティで比べるんじゃなくて、日本のカントリーサイド、いわゆる田舎とアメリカの田舎でどれぐらいこう物価が違ったのかっていうのをリアルにご紹介できたかなと思っております。はい、1ドル130円計算ちょっとこれからお送りしますね、うん、じゃあまずですね家賃、田舎だけど高かったね、そこそこ上がったんですね。まあもちろんその言ったようにサンフランシスコとかニューヨークに比べるとまだまだ安いは安いんですけど、僕らが住んでたところは 4LDK か、そうだね、まああれは部屋が多かったね。前回の部屋はねすごく良かったね。 4LDK で家賃が21万とか、でもそれでも本当にそのお部屋のレベルではかなり安いのを見つけれたぐらいで、ね、すごいラッキーだった。本当に本当だったら24万とか3万ぐらいするんじゃないかなっていうところを、まあ、21万ぐらいでアメリカの家賃はかかってましたと。今現在が家賃がなんと11万。安い。なんかデカさ的には多分同じぐらい、今住んでるところとアメリカ住んでるところ結構似てるんですよ。いやいいよねこの広さでね、満足度すごい高いよね。現時点では21万と、11万、もうほぼほぼ半分ぐらいの本当にびっくりしたもんね。お部屋探した時にね。で次水道代、アメリカはですねユーティリティっていう意味で言うと結構水道代、電気代、あとガス代全部基本的に入っていて、それで大体2万円ぐらいかな全部で。今こっちが水道代が多分5000円ぐらい、電気代1万円ぐらい、ガス代が8000円ぐらいなんで2万3000円とか、そんなもんだと思いますね。特に福岡はね、の今住んでるところはプロパンガスなんで若干高いんですよ。あ、なるほど、都市ガスじゃないんでっていう感じですね、光熱費は。アメリカはですねセントラルヒーティングって言って、あ、そうだね、冬はもう常に全ての部屋にエアコンがついてるんですよ。もうどこの部屋行ってもあったかいし、夏の場合はどこ行っても涼しいから、多分使っているようで言えば多分アメリカの方が多いんだけど、アメリカ人で多分日本と同じ価格にしたら多分破産する人がいっぱいいるんじゃないかなっていうぐらいガンガン回すんですよね。まあ若干ね上下あるかもしれないですけど、まあ似たようなもんだったなっていうのは正直なところですけど、ね、次車の維持費ですね。これ全然違うよね。これはやっぱり全然違って、日本の場合は、まあ、僕は、こっちで買って車検もっていうカットだったんで、車検で言うと12、3万だった気がします。でアメリカの場合は、まあ、車検っていうものが大体20ドルぐらいで終わっちゃうんですよ。めっちゃ安いし、なんかね日本って結構、まあ、綺麗な車がよく走ってるけど、それがすごいボロボロの車でも全然走ってるもんね。車検日本で絶対通らん車がよく通ったらそれみたいな、そうそうガムテープでなんかぐるぐる前になるのか、まあ、月で言うといくらぐらいなのかな。4000円ぐらい4000円ぐらいかな月。日本の場合がそれで、アメリカの場合は1年間で30ドルぐらいなんで月500円とか600円ぐらいですかね。安いよね。だからなんか安い固定資産税とかもないんだっけ車の。アメリカは車税っていうのはないですね。まあ安いんです。より持ちやすかったよねアメリカの方がね。はい、で今度は車保険、自動車保険、まず日本とアメリカも同じプラン入ってます。対人対物無制限で、誰か引いちゃったとして殺しちゃったとしても無制限で出しますっていうのを僕はいつもそのタイプに入るんですけど、アメリカはそれで6ヶ月で400ドルとか、6ヶ月で400ドルなんで、まあ割る6すると50ドルぐらいか、月50ドルぐらいだったんで、まあ、日本円にすると7500円とかかな、7500円ぐらいでした。で日本が今年間で4万2000円
2000円ぐらいだったんで、次3800円ですね。3800円ぐらいなんで、まあ半額ぐらいで日本の方が安かったかなって感じですね。まあ、日本の方がいわゆるドライバーライセンス、まあ、運転免許があのもっと前から持ってるんで、それが考慮されてるのもあるんですよ。アメリカの場合はね、行った時からになるんで高くなりがちっていうのはありますかね。次がネットですね。インターネット、はいはい、アメリカの方はですね、アパートについていて一律で130ドル、まあ高かったんですよ。高かったよね。でも遅かったよねそんなに早くないのに、ね、130ドルだったんで、まあ、日本円に直すとだいたい1万7000円とかそんなもんですね。1万7000円ぐらい。高っけ、そう思うと。高いね。1万7000円か、すげえな。1万7000円でしたのか、すげえな。まあでもあれはね、こう大家さんが設定してた価格なんで、もっと安く入ろうと思えば50ドルぐらいで入れるんですよ。今は僕ら楽天光に入ってるんですけど、楽天の場合は月4000円ちょっとぐらいかな。安いね。4分の1じゃん。1年目は、ね、実は基本ではないんでもっと安いんですけど、まあでも普通にやると4000何本ぐらいなんで、4200円ぐらいかな今。まあスピードもまあまあまあ何の問題もなく使えてるんで、僕らは今満足してるって感じですかね。次、携帯代、電話料金ですねっていうところなんですけど、携帯代はアメリカが、1人31ドルとか、ファミリープランみたいなやつに入れてもらったから、そうそう、ファミリープランに入れてもらって、無制限でギガ使いたい放題で無制限で、あと国際間の電話が無料なんですよ。だからちょっと特殊なんですけど、まあ、30ドルぐらいで T モバイルなんで、まあ、有名なキャリアですね、アメリカの。円にするとだいたい4000円ぐらいかな、かかってましたと、はい、で今は僕と春で実は会社が違うんですけど、春の方は楽天、ね、僕の場合はアハモなんで、アハモは毎月20ギガで3000ちょっとぐらい、ただ、かけ放題でもないんで、5分間までは無料なんですけど、それ超えると、で僕は結構超えたりもするんで、あ、そうなんだ、3500円とかそんなもんかな毎月。あ、でもそれでも全然ね。で春の方は楽しいな多分家にいることが多いから、そうだね、そんなにギガも使ってないんで、多分1000何歩か2000円ぐらいのうちに収まってると思います。リアルに2000円ぐらい、3000円ぐらいで、まあ、5000円ぐらいで、アメリカの場合だと4000円で8000円ぐらいかな。じゃあこっちの方が全然安いね。日本の方が安いって感じですかね。次、はい、はい、待ってました、はい、食費、生活費、はい、食費、はい、アメリカにいた時は1月400-450ドルぐらいかな。それ食費のみ。食費のみ、日本円にすると5万円ぐらい。人呼びまくってたから、そうだね、あれで1回で100ドルぐらいは余裕で使っちゃうから、鳴らすと大体600ドルとか、うん、600ドルぐらいかな。生活費で言うと、まあ、600ドルやったら8万円ぐらいかな。8万円ぐらいか。8万円です、うん、で今が、今は6万円ぐらい。帰ってきたばっかりだから、毎回調味料とかなんかあれもこれも買っててちょっと高くなってる気はするから、もう少し収まるかなとも思ってる。普段使いだと大体5万ぐらいで収まるって感じ。物によるんですけど、乳製品は絶対にアメリカの方が安かった。ただ卵の値段がすごく上がったからびっくりしちゃったんだけど、コロナの前は200円ぐらいだったんだけど、今300円ぐらいになってて、だから100円上がると高いなっていう日本でそんなイメージなんですけど、アメリカは2ドルぐらいの卵だったんですけど7ドルぐらいになってて本当にびっくりした。でもバターとかは絶対にアメリカの方、バター牛乳とかは絶対アメリカの方が安くて、あとお肉も、お肉大きい塊でドーンって売ってるからアメリカの方が割安だった。特にコストコに行ってたんで、コストコに行ってたんで、アメリカの方がバッて買ってその分も若干安くなってる。それバッタと思う。でもアメリカの方がお肉とかは安かったかな。ユタだからかな、あれは、うん、ユタだから食費 は食費は結構抑えれてると思う。8万とこっちが6万ぐらい、日本の方が安いは安いですけど、そんなにめちゃめちゃ大差があるかっていうとあれですね。で次が食費以外の生活費は、洗剤とかも1回コスコでドーンって買ったらそんなにかかんないよね。全然あの減らないから量が多すぎて、だから1回コスコで多分20ドルか30ドルぐらいで洗剤とかを買って、買ったら半年ぐらい使うと、あ、もう1年ぐらい全然使えたし、余裕で。洗濯のやつは覚えてるのはなんかすごい大きいボックスで1回買って、2021年に行ったやつをまだ半分ぐらい多分余って残して帰ってきたっていうぐらいだったから、うん、っていうような感じだったかな。じゃあもう本当1万円もかかんないぐらいか、月に、うん、全然かからなかった。それはまあ日本もそれは結構一緒だよね。 そうだ、そんな変わらないのかなと思うんで、生活費はそこまで変わらないかなっていう印象です、うんうん、細々したものはね、アメリカの方が高いなと思った。どんどん100均がないからね。そう、それもあるかもしれない。ちょこっとしたものに3ドル4ドルとか普通にかかるんですけど、日本の場合100均があるから、ね、すごいよね。日本の100均本当にすごいと思う。日用品のそういう細々したものはあの日本のがもしかしたら安いかなっていう印象あるかね、うんうん、ということです、はい。で、外食費、そ
それは、アメリカ行った時は結構、まあ、ちょっと行ってる回数も若干違うんですよ。アメリカ行った時は、ね、僕ら外食全然しないんですよ。まあ、ラーメン屋やってたっていうのもあって、ラーメン屋に行くのも多かったし、自分の、ね、店で食べるんで、普段もし行ったと仮定した場合、一発でやっぱりどんだけ安い定食屋さんとかハンバーグショップに行ったとしても、ハンバーガーだったとしても、多分家族僕ら5人で行った場合は30ドル以上絶対かかる。マックでも30ドルぐらいかかるんで、ね、ラーメン屋さんもね1杯11ドルだ。そうそう、ラーメン屋普通に行くと多分40ドルで、チップとか合わせると50ドルぐらいかな。ラーメン屋さんだよ、日本だったら800円ぐらいで1杯あったりするとかなのに全然違うよね、そこら辺はね。それで日本にするとやっぱり家族全員で行くと、1回につき7000円ぐらいは飛ぶんで、7000円ぐらい飛んで、じゃあ週に1回ぐらい僕ら日本では外食するんですよ。だから1回ずつすると2万8000ぐらいかな、外食でいうとはアメリカでかかると思いますと。で、日本で僕ら週1で行くんですけど、その時はだいたい1回につき3000ぐらいかな、平均。まあだから1万2000とか、やっぱチップもないし。そう、それいいよね、本当に。普通に定食とかでも1000円ぐらいでいけちゃうんで、一人外食はやっぱり倍以上するかな、うん、アメリカの方は 2.5 倍ぐらいかな、はかかるかなっていうイメージです。で、最後、ガソリン代。はい、ガソリン代はですね、日本の方が毎日1時間ぐらい使ってて、アメリカの場合はまあ30分ぐらい、30分ぐらいだと思う、すごく近かったから。まあ、でもね、アメリカはね、友達ん家に行くってなったら遠いんだよね。あ、そうだね。そこで一気にガッて使ったりするけど、どれぐらいの頻度で帰ってたっけ。なんか月2回ぐらいは入れたよね。そうそう、そんな感じ。月2回ぐらいで、1回満タンにするといくらぐらいって、55ドルとかそんなもんか、5、60ドルぐらい。同じミニバンなんで、うんうん、まあ、今の方がちょっとハイブリッドなんで燃費が若干日本の方がいいんですけど、アメリカの方はガソリン車で1回につきだいたい60ドルぐらいは満タンに入れるとかかるんで、そうするとやっぱり8000円ぐらいかアメリカでかかったかなって感じですね。で、日本の方は今1回マックスで入れると、2週間に1回入れたとしても1回入れて4500円とか5000円ぐらい。僕らね、まあ入れるタイミングがだいたい4分の3ぐらい減ったらなんですけど、うん、でも1リッターに関してはアメリカの方が絶対に安い。安い。1ガロンだもんね。そうそう、1ガロンで、まあ、4リットルぐらいで3ドルぐらいだったんで、そうだ、ね、1リットル100円ない、しないってことだよね。だからリッターで言うと高いんですけど、僕ら今ハイブリッドなのもあって、で、友達に家行く時とかもそんな遠くまで行かないんで、2回買えるってなると9000円ぐらいか、うん、日本の場合は月。アメリカの場合が1万6000円月かかってるってことなんで、燃費がそこまで良くなかったんで、車のっていうところで。ガスすごい高くなったよね。なんかアメリカだから数年前に行った時は1ガロンで2ドルとかそんなんだったじゃん。2ドル切る時あったよね。本当にそのくらい安かったのに、4リットルで250円ぐらいでしょ。ね、だから60円ぐらい本当にそのくらい安かった。60とかやばいよね。ね、安かったけど、ロシアとウクライナの戦争があってグッと上がったんだよね。どこで、まあ、合計したら今分かんないんですけどでも、まあ、アメリカの方が高いと思う。そう、あの家賃が圧倒的に安いから今絶対下がったと思う。だって半分だよ、信じられないまあ合計値はちょっとここにね、後で僕編集した時にあの計算して出すんで見てもらって分かりますけど、おそらくアメリカの方が全然高かった。高かったと思う。1.8 倍ぐらいなのかな。まあ田舎同士の比較だったら、まあそれなりにやっぱりまだまだ日本は安いな。だからさ、同じユタ州のアメリカ人が日本に旅行してきた時にはやっぱり逆の現象が起きるわけでしょ。安くてびっくりする。安くてびっくりするっていうのはそういう、まあね、僕らがね昔中国行った時に、うん、もうなんか半分ぐらいのお金で旅行ができるみたいなことが今アメリカと日本で起きてるっていうのが。ちょっと悲しいけどね、日本がそういう安い国になっちゃって寂しい気持ちがちょっとあるけど、っていうのが今の生活費のリアルというところでだねだねまあね、ちょっとこういうインフラでなんかアメリカやばいですみたいなニュースがたくさんある中で、ぶっちゃけどうなんだみたいなのを僕らのリアルな経験からぜひ参考にしてもらえればなと思います、はい。この動画が役に立った、面白かったって方はいいね、チャンネル登録あと通知ボタン、はい、気軽にコメントもしてください。はい、じゃあ今回この辺でまた見てね、またね、バイバイ。コスパ最強 BYU 留学のご紹介です。BYU は大手企業への就職、格安な留学費用、英語初心者でも始められる留学です。ぜひ詳細は概要欄から確認ください。